あえちゃんです。皆さんに今の現状のリーグの報告をさせていただきたいなと思います。現2日目となります。今現在7400ということで4位にいますね。まあ、1位と4位ってめちゃめちゃ差が開きすぎて、もう強すぎて、もう俺が弱いってなっちゃうぐらい、もう全然伸びてないんですけども、今現状ね、こんな感じとなっております。まだまだあるんで、全然勝ちりますので、任せてくださいということで、トップ10目指してね、頑張っていきたいなと思います。はい、で、今回ね、趣旨となるんですけれども、サムネとタイトル見てもらえればわかると思うんですけれども、まあ、海外のツイッターのバウンティーダッシュがあるんですけれども、まあ、よくね、リーク情報を流してくれるツイッターなんですけれども、まあ、それを見て、まあ、このガチャやべえって思ったんで、またあのキャラが来たーっていう感じでめちゃめちゃ嬉しいなと思ったんでね、今回皆さんにね、教えたいなと思って動画を回しております。その名も、ゴールデンウィークとなりますということで、ゴールデンウィークめちゃめちゃ強くないですか？もうこのキャラがガチャで出るってめちゃめちゃ嬉しい。まあ、ゴールデンウィークのいいところを教えます。まず、夢の虹色ということで、無敵の効果時間8秒ということで、まあ旗大体ね、ゲッターだと、まあ6、7秒ぐらいで抜けるんで、まあ、これは確実に抜けるようなスキルとなってますね。スキル1のね、なごみの緑ね、これがまた強くて、もうこれを当てただけで、もう敵が攻撃できなくなってしまう。もう回避しかできない。もうそれが10秒ってめちゃめちゃ強くないですか？もうこれもまた強くて、もうね、なごみのいいところいっぱいある。まあ、けど、弱点といえば、これが溶けてしまった状態にね、夢の虹色。その場合ね、やっぱ強いキャラから一発で倒せることもあるので、倒されてしまうことね、あるので、まあ、めちゃめちゃ辛いところもあるんですけども、うまく使えば、スキルはね、無限に打てるので、まあ、その人のね、使い方によっては、めちゃめちゃ変わるのかなと思います。まあ、このガチャがいつ来るのかわからないですけども、まあ、近々来ると思います。まあ、来ましたらね、自分も、今、レベルが88なんですけども、まあ、一回運をかけて、1手出れば93ぐらいになるんで、まあ、運試しも含めて引こうかなと考えてます。まあ、持ってない方いましたら、ぜひぜひ引いていいと思うので、引いてみましょう！ということで、まあ、今回はこれだけの報告となるんですけれども、皆さん、また明日かな？予定としては明日生放送しようかなと考えているんですけども、まあ、もしする場合は、報告などとかもするので、ぜひ皆さんご覧くださいということで、今回はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントしてくれると嬉しいです。ではね、シャンクスでやっていきたいなと思いますということで、私、シャンクス、昔は使っていたけど、今じゃ使う機会が全くなくなってしまったシャンクス。でね、あ、やっぱりね、こうやってね、攻めていくのはあまりよろしくないのかなと思います。まあ、やっぱり赤犬のスキル食らってしまうと、まあ、猛化状態になってしまうと結構きついんで、まあ、それを食らってしまうと結構、やっぱりね、倒しづらいのかなと思いますね。で、一旦離れて戦っていくのが一番いいのかなと思います。ちょっと今の倒しがあったかなというのを思うんですけども、倒せなかったら仕方ないかなと思います。で、ここで一旦攻めていってるような動きをしています。まあ、やっぱ攻めるので、やっぱ攻めた方が攻撃力も上がっていくんで、まあ、こうやって攻めていくのも一の手なのかなと思いますね。今のフランキーの技が当たりそうで、めっちゃ危なかった。で、一応下に降りたんだけども、キッド先輩がいたんで、またちょっと一旦ね、上に戻っていくような動きをしてってます。で、相手のね、技に合わせて打とうと思ったんだけど、ちょっと外していくとかっこ悪いね。あそこでちょっとうまくグリフォン決まっていたら、めちゃめちゃかっこよかったんじゃないですか？で、ここで KO していくと。で、敵に、おでん先輩もね、おでん先輩もやっぱり、あれ、シャンクスにとっては苦手なんで、そこはちょっとね、警戒しながら戦っていかないといけないのかなと思います。とりあえず赤犬が取ってるんで、一旦ここはね、取られないように援護してってるんですけども、で、ルフィローのね、スキルってくるかなと思ったんですけど、ちょっとね、ここは失敗して回避しちゃったと。で、ここね、スキル食らってしまうの仕方ないのかなと思います。まあ、ここでルフィローのね、攻撃食らわなかっただけありがたいかなと思います。これね、味方の赤犬がマジで強いんで、
本当に味方の赤犬にめちゃめちゃ助けられてるような感じですね。味方の赤犬めちゃめちゃありがとうございますっていう感じですね。で、シャンクスやっぱりね、こうやって攻撃力上がってる時はね、後ろからやっぱ今回避したところをうまく狙って